日本軽心数素地集団本部日本、軽心数素地集団は、ホッケ系の新宗教である。本部は、福島県福島市にある。西田無学が提唱した財家による、ホッケ行の専属用の道、仏書五年法、ホッケ行解決に説かれる、京菩薩法により、六根の正常、この世の浄化法を行ずる。また、高速公室からの審議である蚊帳に対する申請を、 いつきたてまつる。人類愛、物質文明の主導としてのキリスト教の神髄を心得た上、さらに儒教に、おる博愛、人者となるべく、心づくりを重んじる。ほっけ行、旧約聖書により、日本の神道との結びつきを解き体系化し、万象と共に喜び合うお道としています。すなわち祖先礼拝、そぎ払い人魂鬼神により、 神仏を敬い先祖を尊びそれを自ら収める。各家の先祖はもとより家畜、ペットなどの動物。自分の体を作る元となった食物や微生物の御霊、文化の礎となったすべての恩恵をすべて先祖とし、それらのおかげさまで生活をしていることを意識し、業法により礼拝供養する。我が身に感謝できる私になるように心づくりをする。 これすなわち神仏を尊び祖先を敬う。それを自ら実践する、慶神数祖辞集団のい。筒木佐団は、明治30年熊本県山賀町に生まれる。祖父が熱心な北ッケ業の信者であり、小学4年生の頃から、霊魂の存在を確信していた。13歳で上京して屈指職人となった。1918年に妻道と結婚。後に、 中山北家教授系シャーマンである若月知世のもとに通い、1925年にその場を通して久保格太郎と信仰仲間になった。そこで若月宝座講演会として例の友会を発足させる。佐田男の妻である終わり道が神の啓示を受け、福島県で活動するも、久保や小谷吉美が福島をたびたび訪問するなど、終わり道からの託戦を受けていた。 1929年、終わり道の神事により、梅津分野を会長とし、佐田自身は主相者として、妙暴会の結成を主導。しかし、翌年以降、不況に対する警察の取り締まりが厳しくなる。1938年に佐田は、さらなる方の完成のため故郷の熊本に帰り、滝行などの修行を行う日々を送り、1944年に、再び福島に戻る。 1945年に霊能者であった妻終わりが死去。かねてから霊能者の育成を意図して、大日本自習団と称して、活動を再開、昭和22年に元教団名に改称した。1965年に佐田が死去。八巻清が第2代の理事長に就任。1987年の死去まで任命た同年、真の死去後に、 八巻昇が三代目の理事長に就任。現在の理事長は八巻博き氏。ありがとうございます。